皆さんこんにちは、さえぐさ心です。今回は皆さんの質問も多かった YouTube のチャンネル登録の仕方をご紹介していきたいと思います。まず YouTube のアプリを開いてください。まあアプリじゃなくてもいいんですよね、これはね。はい、アプリじゃなくても大丈夫です。この右上のですね、この人みたいな、これですね、この人みたいなマークを押します。ログインっていうのが出てくるので押します。でこのアカウント追加ボタンを押します。そうするとこのような画面になります。でこのその他の設定とかですね、こう押しますよ。ほら出てきた、アカウント作成。これでアカウントを作成します。そうすると名前を入れますよ。名前はさえぐさ心です。はい、次へ。お、生年月日出てきましたね。1987年6月、これは2でいいのかな、2日。性別は女性です。次へ。ユーザー名何にしようかな。リン、いや、ここやっぱ心アンダーバーゴルフにしとこう。アンダーバーはな、あったあったあった。じゃあ、え、何これ、使えませんでした。何が使えないんだ。アンダーバーか、アンダーバーだね。心ゴルフにしました。強力なパスワード、これはみんなには見せれません。はい、電話番号も入れんの。あ、来た来た、来ましたよ。こういうのは来ます。635123。はいはい、ココロドットゴルフさんの Gmail ができました。できたんじゃない。これでリンゴルフを開いてみますね。はい、これでチャンネル登録です。おー、ブラボー、できました。さえぐさ心チャンネル登録ができました。なんでね、こうコメントもね書けるようになったはずですよ。ちょっとここに早速ね、今日アップされたやつにコメント書いてみましょう。チャンネル登録お願いします、テストコメントです。バイリンゴルフ、どうだ。おお、コメントも表記されましたよ。なんで皆さんこれでコメントも書けますし、バッチリです。はい、ぜひ YouTube でねチャンネル登録してもらいたいので、アカウントを取得していただき、コメントを書いてもらったり、チャンネルを登録してもらったりお願いします。はい、では今日はここまで、バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。